始まってよ。あ、まだ始まってないです。これなんだ、つながりとかどういけないのか。つなげ。これなの。あ、はい。これ。はい。刺すやつありますか。刺す部分ありますか。こっちだろ。あ、はい。今ないやつが多くて。アツコの知らない世界。じゃん。じゃらん。じゃらら。この知らない世界始まりました。この番組はハーバー不動産そして春菜創作工房中村さんの提供でお送りしたいと思います。はい。お前なんかお前映ってるか。ああ、お前なんか今日胸強調してるな。本当ですか。見てみリスナーの見せてみ。ちゃんと見せてみ。してます。うん、してるよ。いや、これ脱いでみ。あ、これ脱いだらもう大変なことになりますね。いやらしい感じでお昼からまあこの番組はね、はい、そういう番組だから。そういう番組じゃないです。え、そういう番組だろ。あ、はい。まあ、昨日ね、はい、この上の B サイドビアガーデン、はい、うん、ビアガーデン、うん、で飲みました。お、最高だな。やっぱり夕日、しかも昨日天気良かったから。昨日良かったよ。あと今日確か満月でしょ。まあ、昨日もほぼほぼ満月でした。 99% 満月だったんだけど、はい、右手に落葉、左手に満月。あ、いいですね。もうすごかったな、このロケーション。俺自分のねスマホで写メ撮ったんだけど、はい、いい出来。やばいですか。うん、やばい。これはあれだな。どっちを撮ったんですか。夕日を。夕日夕日というかほらスマホとかでさ、うん、月撮ると結構ちっちゃいよね。ちっちゃいですね。ちっちゃく映るよね、うんうん、で拡大するとちょっとぼやけたりするさ、うんうんうん、だからまあ夕日っていうのはまあ落ちる夕日、太陽だけじゃなくてその周りまでほら金色というか、うんうんうん、銀色ではないな、はい、なんかオレンジ色にさ、うんうん、そのあれが素晴らしくてよ。で思ったんだけど、ここはあれだな、観光地だな、はい、この場所、場所が観光地、場所自体が、うんうんうん、この場所に連れてくるだけでも観光のコンテンツになるなって思ったな。本当に東シナ海がね一望できる。東シナ海が一望できるという言い方、あ、感じですよね、うん、西海岸がね、うん、あ、西海岸、うん、西海岸あれ、それ東シナ海じゃないんですか。そうだよ。ですよね。そうだよ、そうだよ、うん、この言い方がな、はい、うん、西海岸しか、やっぱりこの日が落ちるのは西海岸しか落ちないからね、はい、だからそれを堪能できるのはやっぱり西海岸の特権だし、うん、なおかつこの高い位置からさ、はい、でな、丘が芝生の残った丘がずっと下がっていって、右手に北谷町の観覧車が見えて、うん、左手に夕日が落ちていって、その周りが金色とかオレンジ色とかに染まるって。いいですね。これは好きな人と一緒にいたらな、ここ最高だと思う。何かさ作ろう、ここにカップルイベントみたいな、うん、作ろうか、やろうか、ここで。そんなできるんですか、そんなことも、うん、カップルイベントで出会いサイトみたいな、出会い系みたいな、ここでやって、で、あれですか、相席屋的な。そうそう、夕日が落ちるとともに恋に落ちろみたいな。あ、いいだろう。いいですね、キャッチフレーズ。いいだろう。じゃあ、マチコンで夕日とともに恋に落ちろ。いいですね。FM 宜野湾主催、あっこの知らない世界、共催、プレゼンツ。うん、プレゼンツ、やるか。人集まりますかね。集めよう。男性1万円、女性500円。いや、それでも来るだろ。来るかも。出会いだぜ。来ます。だってお前人生、お前みたいにさ、あ、お前はいいかも。ほらパートナーがやっぱりいないとな、うん、どんなパートナーでもいいさ、山で遭難してもいいさ、パートナーがいれば心強かっただろ、はい、確かに、うん、一人よりはなあ。
だからパートナーを探せるんだったら1万円なんか安いもんだろ。確かに、うん、ここでさ1万円で女性500円だろ、で1万500円だろ、でカップル成立したらその 50% はFM 宜野湾のあつこの知らない世界に入るというシステム、うん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 、カップル成立しなかったら 10% ここに入ると、うんうん、飲み物一切出さん、水だけ。あ、飲めはしない、しないしないしない。お酒ないと あれじゃないんですか。いや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 、酒の力借りて愛の告白するなんかめっちゃ邪道だろ俺は今までそうやってやってきた、酒の俺は力を借りてきた借りてきた、うん、あ、でもこれ本当にこの企画良くないですか、うん、キャッチフレーズがいいですね。やろう、うん、言う人ともに恋の落ちろ、え、これいいかも本当に、うん、しかもうちあのチェリーボーイが、あ、チェリーボーイがいるね、なんせね、いるんで、うん、はい、いるよね、うん、いいかも、うん、だからあのこの景色ってこの時期しか多分ないんだよ、うんうんうん、このなんていうのかな、ちょうど日差しが和らいできて、でなんかそれでもかつなんていうのかな、空気感では分かるじゃない、なんか、うんうん、表現できないんだけど、まあ天気にも左右されるけどさ、うん、まあここはあのこのロケーションはやっぱり観光コンテンツだよ。宜野湾というか沖縄の宝だな、ここは。本当に気持ちいい。昨日本当に思ったよ、涼しいしさ、うん、もうか風も本当に心地よい風で、全然汗なんかもかかずにさ、うん、いいね、あのひとときを過ごせましたよ。ここで何かまたやりたいな。やりましょう、うん、であのあるんですけど、一応7月21日に、うん、ビアガーデンで、ああ、上で、はい、上で FM 宜野湾と FM 講座主催の、うん、サマーフェスティバル、うん、交流会的な感じですね、うん、生放送も兼ねてやりますので、うん、しかもなんと6時からね、うん、10時まで飲み放題で、フードもねちょっとだけあって、うんうん、2500円、お、これやばくないですか、フードちょっとだけ、あの後から来たらねありませんよっていう感じで、あ、なるほど、はい、はい、すごくないですか、4時間で、うん、ね、2500円安いな、うん、1万円にしよう、で7500円うちが持っとろう、違う、うちが持ってるんですよ、何がこの料金なのに、なんで1人2500円払うんだよ。もうちょっとしてたので、そこはうちがという感じになりました。は？意味が分かんない。何、2500円以上なの本当は。はい、だその一部を FM 議論が負担すると、うん、もっと負担せ、もうできない、儲けてるだろう、どんだけ。ああ、そういえば貧乏会社か、はい、後で話をするけど、すごいいい情報がある。番組終わってからいい情報、いい情報、いやいや、この FM 宜野湾にとっていい情報、ほう、うん、なんかすごい番組ができそうだなっていう、ほう、うん、ちょっとね、知り合いと酒飲んでて、そこでたまたま昔のスターと会って、うん、オールドスター、まあ今でもすごいよ、すごいよ、僕らのラジオの、僕らラジオ世代なのよ、中学高校ってラジオで結構夜深夜で、その時の人たちと会って、うわーって一緒になって酒飲んで盛り上がって、一緒なんかできませんかって、いいよっていう、なんか一つ二つ返事、うん、うん、なんかそんな感じで、でそれをちょっと社長ともお話をして、はい、ぜひなんか FM 宜野湾のね、なんかいいですね、うん、楽しい、まあこの方は音楽のね、まあ第一に音楽か、この方が音楽をしてるわけじゃないんだけども、うん、この人の感性が素晴らしくてさ、ほう、この人の好きな曲をみんな好きみたいな、この人がチョイスする曲をみんな好きみたいな、そんな人 なのよ、ほう、うん、結構もう年は行ってるけどね、うん、行ってるんだけど、まあ楽しいかなと思ったんだけど、うん、このパフパフさ、赤いやつからさ青いやつに変えようぜって言ってるだろ、儲けてるんだから、青すらなくなりましたもんね、なんかこの青いパフパフがなくなってから、なんかベイスターズが負け始めてるような気がするんだけど、本当に今日ベイスターズこんな行きたくないんだけど、はい、そういうコメント、あのメールが来てます、来てるのか、はい、あ、じゃあコメント来てるのちょっと読んでいいですか、うん、はい、大塚健二さんこんにちは、はい、こんにちは、ツイキャスがねちょっと不調のようで、うん、
はい、あとでちょっと呼びます、ゆきさん、うん、そしてシュプリームさん、はい、高安会長ピーコハイサイ、ハイサイ、鎌倉で、気象ラッシュのような渋滞です。気象、気象ですね、気象なのか、帰省ラッシュ、うん、はい、あ、お盆ですか、うん、お盆か、お盆、帰省ラッシュ、いや、お盆じゃないだろう、何何、うん、違うと思うよ。あ、本当ですか、うん、帰省ラッシュとお盆の時しか聞かないですよね、うん、あ、違うのかな、ん、これいつツイキャス来てる、はい、ツイキャスで、うん、うん、帰省ラッシュか、大変ですねこれは、うん、そして、お函館さん、うん、FC2 って来てますね、うん、わかりますか、問題をって、いや、これ多分業界用語でしょ、でなんか FC2 はあれです、エロ動画です、エロ動画サイト、あ、そうなの、はい、函館はこれが今日やめられないって言ってました、あ、そうなんだ、はい、はー、はい、函館山から沖縄山、函館マウンテンっていう、面白い ね、 ね、うん、なんか新しく出てますね、やっぱこの人面白いわ、ね、ピーコ営業かけろってシュプリームさんが、はい、ね、はい、そうそうそう、かけます、かけない、かけない、ところで、はい、君努力はしたんだよな、スポンサーさんに、はい、番組で出てくれとか、あ、はいはいはい、うん、何のなんどんなことだっけですね、うん、物件紹介だったり、まあ、うん、ハーバー不動産が来たり、うん、またハーバー不動産の紹介の不動産屋さんが来て、うん、不動産を紹介するだったりですね、私たちが取材に行って、うん、それいいと思うよ、はい、何20秒ぐらい、はい、はい10分ぐらい、ああ10分すごいな、10分すごいわ、いやでも 10分そういったのができるならいいな、いいことだよな、10分15分、うん、はい、いいですよね、うん、で、はい、そこでなんだけど、はい、まあハーバーさんも中村さんもありは、あ、まあ、あるんだけど、はい、なんか他になんかこのコラボさせたイベントさ、イベント好きだな俺、イベントでもやりたいです私も、なんか不動産とラジオと居酒屋さんのコラボで何かできないかな、うん、これどうします、不動産と、うん、難しくないですか、不動産と、だからなんかアイデア出してさ、あ、じゃあ上で、うん、上でって B サイド、はい、ビアガーデン、ビアガーデンで、うん、夕日を見ながら、うん、飲みながら、うん、不動産の、うん、物件も紹介しつつ、どうよ、ダメだ違う、うん、普天間神宮で、うん、縁日やりながら、うん、物件も、うん、紹介しながら、うん、神社な、お寺の方だろ、お寺の方でなんか縁日やるとかっていう話はね、はい、で、うん、中村さんの屋台、うん、ほう、総合プロデュース、ほう、飲食は全部、うん、あんまりそう言わんければよかった、え、大したの出てこなかった、ね、何があります、え、違う、そういえばさっきメールとか、あ、メール来てます、来てる、ギノワン市役所から来てる、まあ、来てないですね、来てない、まだか、忙しいんだな、はい、あ、じゃあシュプリームさんのメール、うん、いいですか、はい、高安会長ピーコこんにちは、シュプリームです、はい、東京は長い梅雨の中休みに入り、うん、この先には1週間雨マークがなく、うん、早くも水不足が危惧されています。さて、はい、一昨日の深夜から横浜や三浦半島にドライブ&写真撮影に来ておりまして、うん、また神さんとだな、あの美人の、そう、写真もあるんですけど、はい、あ、そうなの、今は寿司、わかりますか、うん、マリーナの人気、うん、はい、海鮮定食店で寿司マリーナな、うんうん、寿司マリーナ、うん、遅めのランチをしています、うん、そしてこの番組のホットコーナーベイスターズ情報ですが、うん、今日も、あ、会長も今日はテンションが低いことと思いますので僕はコメントを控えさせてもらいますそうなのよではでは放送頑張ってください。だからこの 赤いパフパフパフだって、これのせいですか、これのせいだよ絶対、俺はカープかって、カープもこれ本当にカープの色だよ、これカープの色、カープもね頑張ってますから、隣、ん、隣でね、いや、もう絶対絶対隣だろうが隣町だろうがなんだろうがカープカープ、うん、カープカープですね、はあ、うん、そうそう、それしか分からない、いや そんだけ知ってたら十分だよベイスターズの歌も分からないくせに、わかります、はあ、歌ってみ、
テン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 はい、絶対嘘です。いや本当ですよ。辞めたんですか。うん、辞めたというか辞めさせられたな、うん、あのうちに男性職員がいるんだけど、うん、その男性職員にセクハラしてしまって、ほう、うん、そこで首。え？これ、まあ、どこからが本当ですか。いや実際あの僕6年間会長させていただきました。あ、はい。うん、でねもうこの、まあ、この年になって自分でまだ若いとは思ってるんだけど、はい、いろんな若い人の考え方とかっていうのを取り入れないといけない時代で、これからね、まあ、2020年とかって言ってたけど実はもう1000万人沖縄県の観光入域客数は1000万人は2020年待たない、東京オリンピックも待たない、もう来年には1000万人達成します確実に。そういった中で、まあ、沖縄県全体もそうなんだけども宜野湾市の、まあ、観光っていうことを考えた時に、うん、まあ、もちろん僕も、まあ頑張ってはきたんだけども、うん、やっぱり人の考えとかアイディアっていうのは、限界というか、まあ、どんどん僕もいろんな勉強をしているつもりなんだけども、はい、やっぱり考え方っていうのはもともと持ってる人たちがあって、うん、でその考え方っていうのは評価とかっていうよりも人から見てあすごいとかって思うわけよ。だから自分も、うん、まあ、いろんな市町村の観光協会さんの、まあ、やり方とか見てうわすげえとかって思うとこもしょっちゅうあるわけよ。別に都市部じゃなくても、田舎町に行ってもそうだけども この町にはこういったことができるんだ、僕のところではできないんだけどこういったことができるんだなとかさ、うんうん、で新たにこうやりましょう、ああやりましょうっていう言葉とかってすごい新鮮なわけよ、うんうん、それが新鮮だなって感じてきたわけ最近、人が言うことに対してあそうかそういうのもあるなって、でこの時にふと気づいたらあ僕6年やってるわと、でその人がやることに新鮮味を感じるってことはあそういった人たちに会長職をやっていただいて、新しい風というか、うん、新しい何かにチャレンジしていくことが大事だなと思って、はい、でこれを、まあ、簡単にはねさすがに、口出そうは言っても簡単にはじゃあ僕がいるよっていうのはいなくて、で誰でもいいというわけではなくて、うんうん、で、まあ、いろいろ探しててやったんですよ。であこの人しかいないなっていう若い人がいてね、でその方をに声かけをしました、うん、そしたら、まあ、悩んでましたよ、かなり悩んでましたけども、まあとにかく、まあ、説得というか、できる範囲で、お願いしますっていうことをずっと言ってたら、分かりましたと頑張りますというふうにして、うん、はい、25日6月の25日はい、のうちの総会で、決定してですね、僕は退任して、うん、新たな方で、この方はまた来週僕がここのゲストとして連れてきたいんですよ。すごい、うんうん、ただ、僕はまあやっぱり、サポートはしていくので、うん、これまで通りですね、サポートはしていきますので、はい、はあ、まあ、そういうことなんですよ、はい、コメントが、ね、いっぱい来てますね。 DNA もね、DNA の友の会の会長もその方にやってもらって、はい、うんうん、その方も DNA 好きなのよ、うんうん、その人の事務所行くと結構 DNA グッズがあったりね。おお、いいですね、うんうん、はい、はあ、ですね、うん、大塚健二さん、うん、会長普通の男の子になったんですか、ね、そうなんです普通になったん、いやもともと普通なんだけどね、どこかがでかいとかさなんとかあるといいんだけど、俺も本当に普通なんだよね、はい、あ、そうなんですか、うん、長くも短くも太くも、うん、だから人生と一緒で、うん、太く長く生きたかったんだけど、でそう、まあね、天は二物与えてくれよって、一物は何よ、一物は何よみたいな、
まあいいか、はい、そしてですね、うん、優待ですか、すごいですね、素敵ですと。はい、ありがとうございます。優待、はい、優待っていう言葉だとなんかかっこいい ね、英雄の優、解雇とか解任とかね、まあならなかっただけでも僕ラッキーでしたよ。はい、すごい、はい、そしてシュプリームさん、はい、観光協会を辞められたんですか、まさか選挙に。ねえ、出るわけないでしょ。出ないんですか。出るわけないでしょ。だからそれこそ選挙に出るっていう人こそやっぱりその資質だよ。資質がある人しか出ちゃいけんよ。誰でもかんでも出たらいいっていうわけじゃないんだよ。うん、そう、そういうこと、うんうん、僕にはそれはない。そうなんだ。私ないないない、一切ないないんだ。ないんですね、はい、そして大塚健二さん、はい、各業界の市街市街の人聞いてるかなと。うん、これはいいよ、うん、大塚さん結構過激だな、ね、あ、そして、まあね、うんうん、シュプリームさんがね、優待ですね、高安会長は辞めても宜野湾を嫌いになりません。ありがとうございます。僕ね、宜野湾出ないんですよ、もう決めた。本当ですか。うん、北中にも北谷にも中城にも西原にも浦添にも行かない、うん、もう宜野湾市の中で生きていく。骨を詰めるんですか。うん、もう出ない。だから市外の人俺呼ばないで、行けないから。絶対嘘。本当。最近だと沖縄市でもね、ん、飲んだんですよね。あの、何、だから決めた、もういかん。絶対すぐ行きますよ。いや、今月は絶対出ない。今月は、うん、今月は終わりますけどな、明日、明後日で。宜野湾市で完結する、俺は。飲み屋も。とにかく、あの、お姉ちゃんのお店も。あの、宜野湾市にない、他市町村にあって宜野湾市にないのって何か水族館ぐらいだろう。水族館作ろう。な。あ、いいですね、うん、動物園と。水族館があれば、あと何でもあるで。本当だ。そうだろ。あと空港だな。あ、普天間飛行場があるか。民間で活用できたらいいけどな。確かに。あ、でも動物園と水族館のコラボいいですね。あ、いいね。それで、はい、イベント情報をやりたいんだけど、はい、メール来てる？来てないんですね。来てないのか。おお。だからな、俺このメール待ってるんだけど、ただね、宜野湾市情報ありすぎて。はい、うん、じゃあね、ここで1曲行って、はい、それからベイスターズ行って、はい、ベイスターズ話すことあんまりないんで、うん、最近、はい、で宜野湾の情報を流そうか、はい、ね、曲 CM 曲 CM 曲は、小麦色の、そう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 。でね、これで俺君に LINE 送って、実はですね、リスナーの皆さん、大体僕パッと思い浮かべたのを LINE で流すんですよ、ピーコに、うん、今日曲これかけてって。でね、スマホで LINE で送るんだけど自動変換するじゃない。しますね、うん、俺送ったのなんだっけ最初。小麦粉色のマーメイド小麦粉色のマーメイドってこれよくありませんけど、うん、この LINE してたらあるな、なんか無意識に「はい」とか言うのを上司とかに「へい」とか。そうそうそう、で小麦色だったら小麦色じゃん、うんうん、ね、ちょっと茶色っぽいのが小麦色で、小麦粉色のマーメイドってよ、気持ち悪いよな、真っ白でな、なんかバカ殿みたいな、なみたいなイメージですよね。はい、行こう、あ、はいはいはい、
今送ったってよ。来てないです。新しい形を今見たら PSP。 メールも来てます。内線446お願いします。観光振興協会とかですけど、でもあなた課長はいます？あ、本当。オッケーです。わかりました。はい、よしです。はい。もう、大丈夫かな。メール送ったってメールが届いてないので、FM 機能の方に送るようにって言ったんですけど、この資料とかっていうのはあります？わからない。はい、わかりました。はい、すいません。はい、はい、どうも、はい、はい、先週話をしたジョニーさんのライブ、はい、情報ってこっちないよね。あ、検索すればまずみんな検索できる。カフェバルミツバチっていうところ。あ、わかりました。じゃあ一回しゃべってもらっていいですか。あっちにあるかもしれない。じゃあ、吉木さんも喋ってくださいね。うん。うん。横浜 DeNA ベイスターズ。今、ピーコがちょっとね、バタバタで、ちょっと動けないんですけど、ベイスターズ、昨日の負け方、ちょっとショックが大きすぎます。16点取られたんか。実は昨日、僕、ゲーム見ることができなくてですね、まあ、別の、先ほども言いました通り上の方でちょっとお酒を飲んでまして、で途中経過見て、あ、試合結果見てびっくりして、これ間違いかなと思って、うん、でやったんだけど、まあ住職で、まあ今日、ね、頑張ってほしいんだけど、はい、そこでですね、ベイスターズ、はい、僕うちのね、横浜 DeNA ベイスターズ友の会からのお知らせで、前ちょっとお話をしたんだけども、はい、9月の15、16、土日ですね、はい、に横浜スタジアムで、9月の15日土曜日が、ジャイアンツ戦で、16日の日曜日が阪神戦、うん、タイガース戦があるんですよ、はい、そのチケットをですね、僕らは持ってるんです、ね、はい、うん、で15日が14時にプレーボール、16日も14時、お昼の2時ね、
で内野指定席の A、 これは、ベイスターズ側一塁側です、ホーム側、はい、4400円なんですけども、この 2試合をセットで8800円なんですけどね、このセットで購入される方のみのみ、うん、販売しようかなというふうに思ってます、はい、あとね残りが20枚ぐらいかな、あ、もう全然ないですね、だからあと20枚ずつぐらいなので、実はもう100枚は売れたのよ、うん、なので100枚売れたんですか、うん、そうそうそう、だから100枚100枚だから、200枚か、うん、100セット売れたんですよ、すごい、でもしね、まあもちろんチケットは、15日16日の8800円両方でね、2つで8800円なんだけども、はい、他の航空とかホテルとかっていうのは、まあ、自分で取っていただく、はい、15、16、17と17日月曜日が敬老の日で休みなんですよ、3連休なんですよ、はい、で9月の15っていうこのぐらいになると優勝争いとか3位争いとかしてるところ、うんうん、佳境、はい、なのでここでみんなで応援に行きませんかっていうお知らせなんですよ、はいはい、で一応ね明日締め切ろうかなと、明日締め切って、まあ終わって、その応募された方、はい、当選された方は、まあまあ、先着順なんですけどもには代金と引き換えで、7月の19日から7月31日、31日までに、代金と引き換えでお渡しするというような形です、はい、お問い合わせはですね、横浜 DeNA ベイスターズ宜野湾友の会事務局、897-2764 897-2764、 担当が淳となります、アツシです、アツシさん、うん、名前でそうです、アツシの方が担当ですね、はい、897-2764 番です、営業時間は9時から18時までの、土日祝祭日は定休日となっておりますので、はい、まあ明日が最終日なので明日の5時までに、897-2764 までお問い合わせください、はい、よろしくお願いいたします。もうベスト情報これでいいかな、これだから赤いパフパフ買ってくれって、はい、じゃあねちょっとそろそろ、ギノアの情報、はい、アツコは知りたいギノアの世界、はい、行こうぜ、一回 CM 行ってからにしますか、うん、いいよCM 今終わったばっかりだろ、そう、うん、で、はい、じゃあね大丈夫ですか、うん、きます、ん、あつこの知らない、うん、行こうぜはいはい、あつこの知らない言論の世界、はい、ちょっとね今電話するんだ、あ、誰にですか、あのこのイベントの主というか、はい、あの我らがもうこの声聞いたら分かると思うんだけど、はい、今ちょっと電話するね、これも音に乗せて大丈夫ですか？大丈夫です。もしもし？もしもし？はいはい。ジョニーさん？はいはい。あ、どうも、FM ギノワンから、アツコの知らない世界という番組をやっております、タカエスです。今もやってるんですか？はい、やってます。今じゃあこの話は流れてるわけですね。そうです。だから女の子の話とかは知らないでくださいよ。はい。はい、はい、皆さんご存知のジョニー・ギノワンさんです、すごい、こんにちは、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ジョニーさん、あのね、ふざけた番組なんですけども、あつこの知らないギノワンの世界っていう番組なんですよ、はい、これがもうちょうど1年経ちまして、はい、もしもし、はい、聞こえてますよ、聞こえてます、はい、で1年経ってて、で、うん、そろそろバシッとした人をを出さんといかんなっていう時に、ちょうどなんかジョニーさんなんか近々なんかイベントというかあるんですよね、はい、6月30日の土曜日、うん、宜野湾の上王者の方、うん、パチンコ屋さんの向かいですけども、ジャンボパチンコ屋がありますね、はい、はいはい、ちょうどあれの向かいなんですが、はい、ミツバチというレストランがあるんですよ、あそこ美味しいですよ、美味しいですよ。美味しいですよ。そこでですね、はい、僕ライブがあるんです。ええ、そうなんですか。はあ。あの、もしお近くの方いら、はい、あの、ぜひライブ見に来ていただきたいと思いますね。はい。ジョニーさん、これ何時から？時間がですね、うん、会場が5時。はい。午後5時ですね。はい、開演が、午後7時。はい。
入場料が2000円でワンドリンクついております。あのジョニーさん悪いですけど、ジョニーさんのライブで2000円でドリンクついてるって、あのこれ超破格じゃないですか。今回は破格でねやります。ジョニーさんこれやっちゃうと次やりにくくないですか。いや、やりにくくもないです。また次はまたあの1万円に値上げします。あ、なるほど。あ、じゃあ1万円の場合は1万円分のライブを。あ、なるほど。はい、いや、あの今回も、はい、気持ちは1万円分のライブですよ。いや、あの僕ジョニーさんのライブ何回か見せてもらってるんですけども、うん、ま、この前もあの還暦ライブ、はい、あの行きましたけども、本当は僕宜野湾市から出たくないんですけど、沖縄市まで行きまして、はい、見せていただいたんですけども、あれ良かったですね。ありがとうございます。もう60歳というもう節目なもんでね、うん、はい、こ うちの女房がね、うん、ロザンナ宜野湾って言うんだけどね、はい、本名勝子と言うんだけど、はい、彼女がね、うん、60歳だからあんた大きいコンサートやりなさいよと言われてですね、うん、それでやったんですけども、やってよかったです。あれよかったですね。僕らもどうにかチケット入手して、もう、はい、でジョニーさんのライブなんでこれ普通に行けないなと思って、結構早い時間から僕ら酒入れて行ったんですよ、はい、だからまあ、ジョニーさんのライブらしくて、もう笑いあり笑いあり笑いあり涙あり感動ありの本当にいい還暦ライブだったんですよ。でその感動を僕はどうしても伝えたくて、はい、なので、まあ、今回、情報が入ったので、川三橋さんで、はい、まあ、そこまでは行かな、競馬館は行かなくても、やっぱり歌とかジョニーさんの語りとかで少しは皆さんつな、伝えることができるのかなと思って。なるほど、はい、僕も必ず行きますんで、ぜひお願いします、はい、今回はですね、僕一人で弾き語りでやるんですよ、はい、ですから僕がジョニー・ギノアンド我々とか、はい、ジョニー・ギノアンバンドとかでこうやっておりますけどもね、はいはい、そういった形ではなく、もっとシンプルに、うん、僕のいろんな今まで作った歌をですね、あ、まあ、いつもと同じように、まあ、私も少しずつの見ながらね、あ、いいですね皆さんとこのユンタクしてこうなんて言うんでしょうか、もう本当に近い感じでですね、うん、やれると思います。じゃあちょっとさきままさるまさるも出しつつみたいな。さきままさるは出しません出さないです。まあ、それもねとっても僕楽しみで、うん、本当に、まあ、ジョニー・ギノアンバンドもすごかったし、我々もうるさいし、あ、うるさくないかリーダーもね、リーダーも楽しいんだけど、リーダーがいないまたところでのしっとりした歌とかも聞きたいしね、面白いですね。そうですね、我々の時にはもう本当に僕ら楽しいっていうことを、うん、モットーにやってるんでね、はいはい、わかります、見てたらわかります。盛り上げ係がおりますけども、はい、今回はもう本当に一人ですから、うん、ちょっと、しっとりした曲もやりますね、うん、はいはい、この はい、僕ですね、この今回の情報どこから聞いたと思います？僕宜野湾市で聞いた、宜野湾市役所内で聞いたんですよ。市役所で誰だろうね。市役所のある課の課長がですね、私、うん、ジョニーさんの私が仕切ってるのでって、女性課長なんですけど、うん、これ高橋さんどうにか広めてみたいな感じでやったんで、うん、あで僕ここで情報を知れたんですよ。普通、うんうん、なかなかお堅いねっていうところのイメージなんですけども、そうじゃなくて、うん、やっぱり宜野湾が誇る宜野湾をなんか応援したいという気持ちがやっぱり宜野湾市役所の中にあるみたいでですね。わお、ありがたいですね。はい、はい、だから、うん、ジョニーさん早く宜野湾市にまた席戻さんダメっすよ。そうだね。そうですよ。もう早く帰らなきゃもう。本当。いや本当にジョニーさん忙しい中本当にありがとうございました。いやこちらこそありがとうございます。はい、FM宜野湾のスタッフもですね、とっても楽しみにしてて、はい、でそちら行ってですね、はい、はい、はい、2000円払って1万円分楽しみます。はい、よろしくお願いします。はいはい、ありがとうございました。また何かありましたらまた、はい、よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、はい。すげえ。すごい、シュプリームさんが会話が素敵すぎる。すげえな、ジョニーさんやっぱこの急な電話にも対応するという、すごいですね、この対応力というかね、やっぱその辺はこの道もう多分40年ぐらい
しかもなんか全然変わらないんですね、あの、うん、普段と。そうそうそう、変わらないよ、はい、ね、釣りのことならとかって言いそうだよな、うん、言いそう言いそう、 今いろんないろんな、またジョニーさんの息子さんもね今活動してんだよ、もう本格的な、はい、ロックンローラーで、うん、やってて、それもまた楽しみなんだけど、本当ならな、うん、普通ちゃんとした番組ならここでジョニーさんの曲かけるんだけど、かけますは？ああお前この辺成長したな、はい、もう、うん、全部ジョニーさんで今日は、うん、いいね、でも私行きますこれ、うん、あ、それはいかんといかんで、もう一回ですね、ちょっと情報言っていいですか、うん、ジョニー宜野湾ライブということで、うんうん、6月30日土曜日、うん、はい、場所がですね、うん、カフェミツバチさんで、はい、オープン会場がですね、うん、午後5時からで、そしてスタート開演が、うん、19時スタートとなっております、うん、そうだね、あのね、はい、前原の交番がある、うん、前原交番、はい、交番のすぐ隣にある、宜野湾市の大蛇の交差点十字路があるんだけど、はい、うん、そこからずっと上に坂を登っていくと、はい、一旦坂を登りかけるゴールかなって思うところの左にあるのよ、ちょっと行くと、うん、あの交番がある、だから交番あ、交番が見えたと思ったら左側に行ったらカフェミツバチがあるよ、なんか道路沿いにあるから結構分かりやすいですね、分かりやすい分かりやすい、うん、でね、あのただ駐車場がね3台4台ぐらいしか止められないので、はい、ここは、まあ、バスタクシー徒歩ランニングスキップで来ていただければなと、うん、そうですね、あとお酒もね飲むと思うので、そうそうそう、ぜひあの公共交通機関を、あ、いいな、俺楽しみだな、わ、土曜日絶対何も予定入るなよ、入るなよ、入ったらどうします、入ったらどうします、それはもうジョニーさん優先させるよ、断りますよね、うん、いやでもあの女性からのお誘いがあったらごめんだけどジョニーさん行かないよ俺あ、女性と行くっていう、いいな、女性とジョニーさんを見に行くと、奥さんとね見に行ったら一番いいですね、あ、そうだな、それはそうだな、うん、あ、そうだそうだ、はい、はい、ということで、うん、はい、料金がですね、うん、ワンドリンク付きの2,000円、すごいよ、うん、すごい、はい、6月30日土曜日ですね、皆様、はい、ぜひ、あと お席に、ね、限りがありますので、うん、お早めに、はいはい、お越しください、うん、俺入れなくても外で聞いとくかな、数劇っていうやつ、あの壁に耳ありみたいな、障子にメアリー的なやつで行こうかなというふうに思いますよ、はい、はい、そんな感じで、はい、なんかね夏この DNA に聞いてみよう、はい、これ横浜 DNA とちょっと かけてるのかなと思うぐらい、かけてます、うん、なあかけてる、お前偶然だろ偶然だったな、うん、偶然です、一番上に夏が来るとなんかジョニーさんのなんか季節到来みたいな感じもするよ、うん、なんか爽やかですね、まだまだね60過ぎてもまだまだパワフルだからね、本当に見えないですよね、あっちの方も多分まだ現役だと思うよ、でも奥さんジョニー、ん、ジョニー何、あ、じゃあロザンナ、ロザンナ、うん、ギノワンさん、俺前ねマリーナギノワンさんってマリーナさんっていう命名したんだけど、はい、5秒で終わりだったな日本人ですか、うん、えシーランドの人ですか、違うよ奥さん、はい、オンエア、あの人はあの釣りする人、表に出てこない、あ、そうなんだ、うん、表にあんまり出てこないね、マネジメントしてる、あ、うん、要するにあのジョニーさんほらあっち行ったりこっち行ったり子供みたいなもんがあるから、そこをちゃんとねお母さん役でまとめてるのがロザンナさん、うん、やってます、はい、じゃあこのジョニーさんの、ね、あの音楽を流しながらもう一つ、ね、宜野湾で、ね、ハーリー大会があるんですね、あ、宜野湾もハーリーあるんですか、はい、あのね、今度の8月の19日の9時から、うんうん、宜野湾の漁港で、はい、ハーリーがあるんですよ、はい、僕ねあの詳しい話はこれからあのまだこれから会議をして決めていくということで、はい、今日情報をもらったんですけども、はい、とにかくね、宜野湾で、ハーリーをする前にだいぶ前にやってたんだけどね、はい、まあ、いろんな諸事情があって、やらなかったんだけど、これが、また、宜野湾のですね、沖縄コンベンションシティ会っていうところが主催で、やるみたいですね、申し込みの受付がですね宜野湾マリン支援センター大山の方にありますね、はい、942-2200 942-2200 の方で受け付けております、はい、参加チームの募集多分してると思うんだけどね、一般の部が42チーム、はい、中学生の部が8チームで、市内が32チーム、市外が10チーム、すごいよな、あ、これ内訳だ、
打ち上げだな、こんだけでもすごいよな。市外も参加できるんですか？参加できるね。だから宜野湾は出てはいかんけど受け入れはするよ。あ、いいですね、うん、いいところ、うん、いいところだろう。シュプリームさんが宜野湾素敵、うん、でしょ。住居と少しの給料がもらえる仕事があればすぐ宜野湾に移住するのに。俺はね、シュプリームさん逆なんだよ。もう宜野湾でやりたいことやったらバレないうちに、悪いことバレないうちに横浜に飛ぼうかなと。で逆ですね、交代したら ね一番いいですね。はい、もう、まあ、横浜、あでも俺本当かみさんとちょっと話をしてんだよ。横浜移住計画があって、ほう、うん、将来的にはね、まあ宜野湾がのこの西普天間とかいろいろ開発するのを見届けて死ぬ、横浜で。横浜で見届けるんですか？いや、ここで見て横浜に移ってたまに宜野湾に来て遊びに来てみたいなの、なんか今はね、今なんかそんな思ってる。宜野湾好き好きと言いながらな。そうですね、でも横浜も好きですもんね。横浜大好きだな。だから あの街好きだな。あれになればいいんですよ。この特に西海岸地区は横浜かにしたいな。横浜みたいな、うん、港未来地区みたいにしたい。ちょうどね、海も、うん、今超綺麗ですね。この、いや、あの横浜一つ買ってるのが海の綺麗さはもうダントツだろ、うんうんうん、それ以外は負けてる。まだ努力のしがいがあるだろ、うんうん、頑張りたいね、はい、いやいいですね。しかもね、なんか沖縄って感じですね。沖縄だもん。あ、ジョニー・ギノワさんの曲聴いたら、これはまた違うけどな。これジョニーさん、あんが歌ってる曲です。これ、うん、これジョニーさんが歌ってない。ジョニーさんが歌ってます。これはジョニーさんの声ではない。ジョニーさんと、我々歌ってる曲ですね。ワーカーとエイリー、うん、ちょっとこの二人もテーファーだよ。テーファーなんテーファー、うん、いや、いいですね。まあ、面白いね。また CM 行きますか。はい、はい、次何行きますか。夜違うんですよね。うん、これ違うよ。これはこっちのでしょ。そこっちのやつでしょ。あ、そこっちは200メートルぐらい下に下がってて、左側のさ、ピザがあるところ。あ、へえ、新しくできたんだ。アツコの知りたい大人の世界。いや、ジョニーさん、よかったですね。大人のジョニー、大人のジョニー、夜のジョニー、大人のジョニー。なんかジョニーさん基本子供、なんか騒ぎ方とか子供なの、うん、ただジョニー・ギノワンバンドとかロックンロールやるときはやっぱりかっこいい、なんか大人の、うんうん、なんか渋いよ。渋い感じで、うん、ウリヒャーって言ってるイメージはないんだよ。ないんだ、その時はね、うん、ないね、うん、だからやっぱジョニーさんのロックンロールを聞きたいね。私ジョニーさんのロックンロール聞いたことなくて、本当あのウリヒャーの感じしかないです、うん、あ本当、あのね、ハートビーツっていう伝説の、ロックバンドがあって、はい、そのメインボーカルで、あ、そうなんですか。で、まあ、ギタリストとしてもやってたんだけど、悲しみのレニウェイ声にならない雨の58号線って歌があって、雨の58号線、うん、これね、ユーミンが、ユーミンだったかな、中島みゆきだかな、あが好きで、うんうん、ラジオ番組でかけてたよ、ずっと、
へえ、うん、雨の58号線ありました、うん、あるだろう。ちょっと流してごらん。これかっこいい。これこのピン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 、これジョニーさんが弾いてる。わあ、いいだろう。じゃあ今日これかけながら、これかけながら、まあこれかけると俺喋らんくなるぜ。喋りましょう。聞き入るだよ。喋りましょう、喋りましょう。な、これなんか若い頃のジョニーさんの声って感じだ、うんうん、全然イメージと違いますね今の、うん、今度さ、ギノワンの世界始まりこれにしようか。あ、いいですね、うん、あの前なんだっけ、前はグループなんだっけ、木山商店。木山商店じゃないだろ、僕ら。あ、木山商店ですね。木山商店は縁もゆかりもないじゃない、昨日はね。羽衣祭り出てましたよ、うん、だからこのぐらいだろ。だから1年やっただろ、もう交代でしょ。あ、じゃあ全部じゃあジョニー木山さん、ね、うん、ジョニーさんにしようか。はい、うん、なんか羽衣祭りでもジョニーさん聞けたらいいな。決まったんですか、羽衣祭り。まだ羽衣祭りの実行委員会が明日。あ、うん、だからほぼほぼ明日何かも決まるね。じゃあ来週ぐらいにはあれですね、発表できる感じで、うんうん、あービール飲みて、ここのロケーション最高だな。いいですね。あ、いいな、本当に綺麗ですね、うん、あ、お前今日目は普通だな。はい、な、目何もカラコン入れてないだろ。入れてます。これで入れてる、はい、黒いの入れてるの。黒いの入れてます。黒いの入れるってどういうことよ。だからもうこれ取ったらちょぼっとしかないです、目が。あ、瞳を大きく見せてるってことか。インチキかい。インチキだな。みんなやってますこれ。ん、例えばあの付け乳首とかで乳首を大きく見せるとかちっちゃく見せるとかってもうできるのかな。大きくはできますよね。付け乳首ありますもんね。嘘。あります。付け乳首あるの。ある。嘘。ある。欲しい欲しい。あのこっちに6つぐらいつけた犬みたいに。あ、できま、あ、嘘。ネットで調べたらありますよ、付け乳首。本当に俺それであの海水浴行ったりしたらめっちゃウケるだろうな。で、何言ってた、浜に上がって俺が横たわったら、あの俺の友達がこれをスーツーとかさ動画で撮って流してみるからいいな、つけ乳首。いや、ありますよ。え、あの例えば肩とか肘とかにもつけ乳首つけてさ、みんなに この辺とか肘とか膝とかにつけ乳首つけて、うん、これ俺の友達がわあ久しぶりってチューチュー吸いに来るとかいいですよ、その動画流行るかも。いいね。あ、本当に6個ぐらいつけた動画流行るかもしれない。やろう、おめえやってみ。私だったらリアルじゃないですか。あ、だからリアルにやれ。だから今失うものあるのか、お前。かなりありますよ、失うものしかないです。あるんかい。あ、まあいいよ、つけ乳首は俺じゃあ来週買っていこうかな。まずあったら本当にネットで注文しますか。うん、注文してあのいろんなところにつけ乳首つけとこよ。このマイクの先っちょとかさいろんな、うん、花粉とかにもさ全部いいですね、うん、いいな、つけ乳首で、あの後の番組があるじゃない。はい、なあの立派な番組が、はい、うん、あの番組にも全部つけ乳首みんなに、うん、全部つけ乳首、あの額につけ乳首、千正を風つけ乳首とかさ。あら、本当に、じゃあ本当に、じゃあちょっと注文しておきます。うん、つけ乳首、うん、リスナープレゼントでつけ乳首、ね、うん、つけ乳首か本物乳首。これ私のですか。うん、あ、はい、の写メ。写メ、うん、写メ。乳首のみの写メですか、乳輪もですか。だから、いや、ドアップで撮るわけよ。でそれを抽選で外れた方に、うん、もうこのお前の写メを送るわけよ。ああ、これ大塚健二さんからね、会長出禁になりませんようにと。僕出禁ですよ、大体出禁なんですか。出禁だし、うん、家には入禁だしね、入ることを禁じられてるからね。あ、大変ですね。だろ、俺だから鍵も変えられてるから、俺ベランダから今入ってるんだよ。そうですよ、本当に。本当どうやったら鍵を変える。そういえばほら、なんか前で今日ワールドカップなんだな、ユニオもほら日本代表のつけてますか。つけてる、着てる。そうだよ、今日だよな。でも東さんは今日、先週は確かなんかももクロのなんか衣装を着てたんだよな。何でも対応できるんですね。あ、何でも。今日は勝つんかな。だって DeNA も見てるし、ね、サッカーも見てるし、ももクロも好きだし、多種多様ですね。嫌いなもんないんじゃないの。好き嫌いなし。乳首好き。乳首好き。
好き、大好きみたいよあの来週つけち首買ってくるんで、うん、ぜひ装着よろしくお願いします。こんな話ばっかりで、あと5分もないよ。あと1分半ぐらいしかないあ、そうなの。はい、じゃあ1分半で、1分半で、うん、何をしゃべろうか。何にしましょう、うん、じゃあ、とりあえず、はい、7月の21日土曜日の、うん、さっきのベアガーデン B サイド、はい、でのサマーフェスティバル、簡単だな、なんかサマーフェスティバルって誰でも考えそうなタイトルだな。これ山内だな。私たちです。だろうサマーフェスティバルって普通微妙ね。まあ、これ来ます、会長来ます、うん、行きたいんだけどね、何もなければね、あのフカキョンの番組があったらごめん。ない。16時からだろ、18時からだろ、フカキョンの。ない。いや、あるかもしれない。今、アーカイブで見てる。あ、見て、急にスコールが。うん、おすごいな、雨。いや、これは気持ちいいだろうな。これがね、日中に降ると蒸し暑くなるんだけど、この日がやられるときはまた涼しくていいんだよね。ね、急にクーラー効いてきましたもんね、今から。そう、はい、ね。あとまあ20秒で終わりですが。20秒もあるんじゃん。はい、まあ、皆さん、6月30日土曜日、ジョニー・ギノワンさん、うん、カフェミツバチで、うん、午後5時、俺絶対行く、7時会場でありますので、まあ、私も行きます。フカキョンがやらなければ行く、女の子と会場行くということで、うん、はい、神さんと行こう、はい、はい、絶対、うん、絶対、うん、はい、絶対。会長、優待の寂しいニュースはショックでしたが、会長ピークお疲れ様でした。また来週。はい。